えー、上村先生ありがとうございましたあのいくつか質問させていただきたいんですが、はい、どうぞ。1点目として、えー、先ほどのマ、まあ、リエティに期待ということを一番最後に言っていただいたんですが、はい、そういったそのシンクタンクとして、何かそのこのあと、えー、リスク、えー、うんと偶然を考えながら、どのような役割を社会の中で果たすべきかに関してのアドバイスをいただけますでしょうか。ははいい、あのー、シンクタンククタに期待したいのは ある分野を突き詰めて、まあ、いろんな特にあの軽量実証分析等を示していく。それも重要なんですけれども、もっとふわふわとしたところでいいと思うんです。問題提起、えー。それを活発にやっていかれる方がいいんではないかというふうに考えます。やっぱり研究現場でその不わ不わとしたものを出すということは、やっぱりその評価されないとかいろんな意味でためらいがあるんですね。私はそこをリエテのようなシンクタンクが積極的に もっと自分たちで考えろよと言われてもいいぐらい問題をあの提起していく発信していっていいのではないかとあそういうふうに考えていますありがとうございましたまさに先生が先ほどおっしゃったようにディシプリンあの特に分野にこだわることなく領域として新しい社会問題に対してシンクタンクのようなま自由な組織がそういったその学問の枠を超えて新しいその学際的なプラットフォーム領域をタブれるような そういったその役割が期待されているということでよろししいいでしょうかはいあのまあ、ディスプリンの学問というのは、まあ、一般的にどこでも通用するような、まあ、そういうその大,大きな理論とかそういう考え方なんですが、まあ、現実問題としてやっぱりそれぞれの分野でえ実際問題として役に立つ、まあ、そういうその研究とか世界が期待されているんだと思います、まあ、経営学は一般にあの、えー、領域の学問というふうに言われています。 あのシンクタンクに期待したいのは、えーまあ、大学は基本的にディスプリンでやっていきますので、よりそれぞれの領域、まあ、教育でもけんあの気,気候変動でもいいんですが、それに近い、そういう分野を突き詰めていく、まあ、そういうことをちょっと期待したいというふうに考えていますはいありがとうございます。まさに大きななテーマをを広げるるこことととで様々なその地を集約するということ であの期待をいいいたただとと思っておりりまますすありがとうござもう一つの質問なんですが、えー、まさに先生がおっしゃった、えー、リスクに基づくリスクベースとポリシーメイキングに関しては、実際のところはなかなか予算要求であったり、あるいはその既存の制度であったりということで、えー、考えは確かに素晴らしいと、でもなかなかそれが実現が難しいよなという話も出てくるかもしれないんですが、そのあたりに対して何かアドバイスをいただけますでしょうか。 あの実際問題としてリスクベーストで、えー、政策決済をするということは難しいことだと考えています、それは今日の話にも、えー、ありましたように、モチベーション、えー、がないからなんですね、はっきり申し上げると、えー、政策を打ち出そう、予算を取ろうというときに、いや、これにはこういうリスクがあるんです、それで大丈夫か、だったらやめろという意見になりかねないので、そこは難しいとは思うんですけど、でも、そこあのリスクとあざわさわさでいろんなことを考えていかない。 行かなければいけない、今そういう時代に入っているんだというふうに考えています。はい、ありがとうございます。まさにそういう意味ではリスクは、リスクマネジメントはトップダウンでと。はい。<つ>おっしゃる通りです。はい。これはトップダウンじゃないと。いき、いきません。はい。まさにこういうふうな事態を踏まえて、これから日本がそういったリスクに、まリテラシーが高い社会に。はい 業から下までなっていく、はい、ということが求められることですね、はい。はい、それを期待しています。あ、ベイマー先生、すみません。えっと先ほどのお話の中で、はい、え冒頭のあたりにあのマタイ効果の話があったんですが、これはなかなか耳に慣れない言葉だと思うんですけれども、えー、どのようなになんでしょうか。はい、あのマタイ効果というのはアメリカの社会学者、えー、ロバート K マートン、あのオプション取引に関してブラックショールズ方程式の えー、証明でノーベル経済学賞を受賞したロバート・マートンの実はお父さんなんですけれども、えー、彼が生み出した言葉なんですね、これはあの聖書のマタイの福音書から取った言葉なんですけれども、まあ、金持ちはますます金持ち、とに栄え、まあ、そうでもないものと格差が広がっていく、でこれは多分現実問題として起きていることを皆さん、いずれも感じておられることではないかというふうにあの思っています。いろんな組織に入るとき 彼と自分とはもっと対等な関係だったはずだと、それが今やと,ということだ,だと思うんですね。で、なぜそういうことが起きるのかということについて、いろいろありますけども、一つは優先的選択と言われるものがあって、あるポジションにたまたまにしろついたと。そうすると、そのことでもってその人のところにいろんな仕事とかえ情報が集まってくる。 そういうことが、まあ、地位が地位を呼ぶみたいな、そういうところがあって、どうしても一旦格差がつくと差が開いてくる、こういう可能性があるんですね、だから政策的には当然その、まあ、税制的には、えー、累進課税その他でなん、えー、とかしようというふうにしてますし、まあ、いろんなやり方があるとは思いますけれども、世の中はそういうことがあるんだ、特に、えー、ビジネスの世界で今、ガファの1人勝ちみたいな世界になってるんですが。 まあデジタル社会化の中でともすれば勝、えー、ってる企業をますます富を深めそうじゃない企業との間で差が開いていくそれをどう考えるのか今後我々考えあの真剣に向き合っていかなきゃいけないというふうに考えています。はいありがとうございましたまさにそういう意味ではその、えー、新しい社会がその後マシ型コロナの え前と後,後により格差が広がってしまうのか、はい、あるいはその、えー、こういったそのまたい効果をみんなが認識するようになって、はい、えやその格差を是正する方向に進むのか、はい、ということを考えていく必要があるということですね。はいいそううですありがとうございました、はい